はい、アイナ。来たわよ、アイナさん。お久しぶりです。シェラザード、それにエステル、ヨシュア、よかった、無事だったのね。あなたたちが塔に行ってる時に異変が起きたから心配したのよ。危ないところだったけど、なんとか大丈夫だったわ。そっちの方こそ大変だったんじゃない？そうね、さすがに騒ぎは起きたけど大事には至らなかったわ。クラウス市長やデバイン教区長が混乱を収めてくれたのが大きいわね。そっか。それはともかく、ヨシュア、本当によく戻ってきたわね。はい、いろいろと心配をおかけして申し訳ありませんでした。いいのよ。受付にとって遊撃士というのはある意味子供と同じようなもの。まして最初のブレイサー手帳を渡した相手ならなおさらだわ。戻ってくれて本当によかった。アイナさん。よかったね、ヨシア。そうだ、アイナさん、実はいろいろと話しておかなくちゃいけないことがあるんだけど。ええ、あの浮遊島についてね。詳しい事情を知っているのなら教えてくれるかしら。はい、それでは。そう、あれが輝くわ。想像していたものからはかなり違っていたけれど、いずれにせよ今の私たちがどうこうできる相手ではなさそうね。ええ、悔しいけどね。まずは体勢を立て直すのが先よ。ええ、その意味でも通信機が使えるようになるのは助かるわ。早速その装置を設置してもらえるかしら。ええ、それじゃあ。これで大丈夫です。動いた。これで通信機は使用可能になりました。ただし先方の通信機が直っていることが前提ですが。助かるわ、本当に。ありがとう、みんな。この借りはきっと返すわね。それじゃあ今度酒場でおごってくれるってことで。わかったわ。二人とも相変わらずですね。こんな調子で残りのギルドの通信機も直していくつもりだが、他に手伝うことはねえのか？そうね、掲示板に出ている仕事は一応チェックしてくれるかしら。それとロレント近郊で問題が生じていないかどうか。特にリッチが言っている丸賀鉱山は気になるわね。え、鉱山で何かあったの？いえ、事件ではなく警備の仕事よ。以前の落盤事故で坑道の一部が魔獣の巣とつながったのを覚えてる？数日前に本格的な封鎖工事を始めた矢先だったのよ。そんな時にこの異変が起きたわけか。
確かに気になりますね。ええ、時間があるならぜひ様子を見てきてちょうだい。うん、了解よ。ティオの家とか鉱山とか人がいそうな場所を回ってみるわ。そうだね、なるべく気をつけておこう。よろしく頼むわね。私の姉ちゃんたちか。いつぞや世話になったね。懐かしいわね。七曜石の運搬に来て落盤が起きた時のことだね。確かに懐かしい話だけど、思い出話をしている場合じゃないよ。おっと、そうね。ああ、実はエレベーターが動かなくなっちまってよ、坑道にいる親方たちと交代もできねえ状態なんだ。坑道では工事をしてたそうね。ああ、例の落盤で開いた穴を塞ぐ作業をやってるところだったんだ。骨組みはもう入れちまったけど、地盤を固める処理がまだでよ。例の落盤で開いた穴って？うん、僕らが来た時に魔獣の巣とつながったところだね。お、そこの穴のことさ。あの後すぐ親方が葉っぱで埋めちまったんだが、魔獣の巣につながってる物騒な場所だからな、きちんと工事しようってそういう話になったわけさ。なるほど。それでリッジさんに警備を要請したんですか？でもそんな工事の最中に停止現象が発生したわけよね。何も起きてないといいけど。やばそうな状況だな。ここは下に降りて状況を確認した方がいいぜ。おお、もちろんそうしてほしいところだが、でもどうやって下に降りるつもりなんだ。肝心のエレベーターが動かねえんだぜ。そういえばそうだったわね。あれもオーブメントで駆動している機械だからね。他に下に行く手段はないの？何言ってやがる。あれば俺がとっくに使ってるぜ。まあそれはそうね。でもだからって諦めるわけにいかないわ。こうしてる間も行員さんは地下で待ってるんだから。そうだね、ここはどうにかしないと。すまねえが知恵を貸してくれ。きっと親方たちも助けを待ってるはずだ。やっぱり動かない。エレベーターの制御キーは挿してあるわね。動かないのは動力停止現象の影響だわ。ヨシュア、どうかしたの？うん、ちょっと気づいたことがあってね。気づいたこと？このエレベーターは駆動部を内蔵したタイプですよね。え？ああ確かにその通りだぜ。そうですか。制御キーの差し込み口はここ。とすれば駆動用のオーブメントはその直下か。何かいい手でも思いついたか？まだわかりませんが、試す価値はあると思います。
ゼロ力場発生器を使えばなんとかなるかもしれません。で、その発生器をどうするつもりなの？まあ、すぐにわかるさ。お、うわあ！あ、この光ってゴスペルと同じ光。大丈夫、動力波が干渉しているだけです。僕の考えが正しければこれで一時的に動力が戻るはず。消えちまったぞ。よし、動力が戻った。早く乗って、行くなら今しかない。やるじゃない。お、俺もついていくぜ。おじさん、ダッシュで。効果開始します。とこだったわね。なんでこんなガタつくのよ。オーブメントの出力が足りてないようだが、まあ、こんな時だからな、乗り心地に文句は言えねえぜ。おっと、明かりが用意してあるじゃねえか。行動の方も静かなもんだ。もしかすると俺たちの考えすぎだったかも。おんや、どうかしましたか？ああ、誰かこっちに来るんだよ。おお、なんだよ、あれはティントのやつじゃねえか。おーい、ティント、そんなとこでどうした？おい、何を焦ってやがる。後ろ。あ？だから後ろだってば。はっ、いきなりお出ましかよ。ああ、合格魔獣か。こいつら硬くて嫌いなのよね。まさかまた魔獣の巣がだと思うけど、考えてる暇はどうやらなさそうだね。相手が悪かったな。なんとか撃退できたわね。意外と骨が折れたわね。ええ、油断は禁物ですね。おい、もう出て行っても大丈夫？あ、うん、大丈夫よ。ありがとう、助かったよ。君たちのおかげでまた美味しくご飯が食べられるさ。こらバカ、何ユーチャのこと言ってやがる。親方たちはどうした？まずそいつを教えやがれ。うん、
にかく今は状況を把握するのが先決ね。やはり事故が起きたんですか？うん、そうなんだ。昨日の工事中に魔獣除けの動力灯が消えちゃってね。仕方ないから工事を中断してここで待機してたんだよ。そしたら今朝現場から魔獣の大群が溢れ出して僕も危うく食べられちゃうところだったよ。ちょっと待った、ギルドから警備に来た遊撃士がいたはずでしょ。ああ、そのお兄さんが僕らのために時間を稼いでくれてたんだけど、最後にはあの人も魔獣の群れに飲み込まれて。まさかリッチが。まずいな、すぐ行動すべきですね。とにかくここは行員さんの救助が最優先ね。リッチを助けに行くのはそれが済んでからの話よ。うん、了解よ。心配だけどそれが私たちの使命だもんね。僕はお腹が減って飛び出してきちゃったけど、きっと親方たちはまだどっかに隠れてるはずだよ。全部で何人いたんだ？あと4人いるはずだ。遊撃士の兄ちゃんを入れれば5人さ。了解したわ。すぐに捜索を始めましょう。うん、急ごう。早く戻ってきてくれよ。負けられないんだ。まだ負けられないんだ。ここが魔獣の巣。ここに乗り込む前にまずは行員さんを助けよう。まだ全員の無事を確かめてないよ。うん、了解よ。くそテントのやつ、一人で逃げるなんてずるいぜ。残された俺が寂しすぎるじゃないかよ。やばい、逃げ、やばい、絶対絶命じゃねえか。誰か、あんたたちは。その質問は後でね。すぐに助けますから。先に進もう。死ぬかと思った。なんとかやっつけたわ。ギリギリのタイミングだったね。まったくハラハラさせてくれるわね。あれ、もしかして君たち落盤事故で助けてくれたあの遊撃士さんたちかい？ご名答。
もっとも当時の僕らはまだ準優劇士でしたけど。へえ、それじゃあ無事声優劇士になれたわけか。そう言われてみるとなんか風格が出てきた気もするね。本当に？なんて和やかに談笑してる場合じゃないわね。やった、その通りだね。でこれから僕はどうすればいい？すぐエレベーター前に避難してください。魔獣に見つからないよう迅速にお願いしますよ。うん、分かった。それじゃあ君たちも気をつけてな。女神エイドスよ、我らにどうか救いの手を。静かにしろい。何ブツブツ言ってやがる。魔獣が寄ってくるだろうが。前の落盤の時だってこのお祈りで助かったんだぞ。君もちょっとは信仰心を持ったらどうだい。相手が悪かったな。あんたたちは？遊撃士協会の者です。二人とも怪我はない？なんとか。おお、女神よ。おいおい、女神に感謝するのはまだ早いぜ。今はこっから出るのが先さ。確かに少し早かったみたいですね。女神よ、ご自身を。来るわよ、気をつけて。よし、撃退したわよ。もう、女神よ。冷や汗もんだったな。すぐエレベーター前に避難してください。魔獣がいる可能性もあるので迅速にお願いします。もう、了解したぜ。君たちにも女神のご加護のあらんことを。に引きつけたまでは良かったが、こりゃどうやらやりすぎちまったようだな。アーニャ、フリッサ、すまねえ。どうやら俺はここまでらしい。お前さんたち絶対助けるから。ちまちまやってる暇はねえ。ここは一気に突っ込むぞ。はい。
負けられないんだ。なんとか片付いたみたいだね。親方、怪我はない？おお、この程度はかすり傷だ。いや、それにしてもよく駆けつけてくれたな。たまには事故以外で会ってみたいもんだぜ。確かに。なぜかいつも鉱山に来ると緊急事態になっちゃうわね。うん、全くです。でも積もる話はまたの機会にしましょう。今は一刻も早く避難してもらわないと。おっと、そうだったな。リントさんたちはエレベーター前にいるわ。とりあえずそこまで避難してちょうだい。お、そうさせてもらうぜ。そういや、お前さんたち、支部から警備に来てくれた遊撃士の兄ちゃんだが、あいつはもう避難したのか？あ、リッチさんのことね。いえ、残念ながら僕らもまだ姿を見ていないんです。やっぱりそうか。もし見つからなかったら工事現場に行ってみてくれ。あの兄ちゃんは最後まであそこで時間を稼いでたんだ。うん、分かった。参考にさせてもらうぜ。さてと、これで全員よね。うん、行員さんたちは全て救助できたはずだよ。となるとあとはリッチを助けるだけね。残念ながら今のところ姿が見えないけど。確か親方さんは現場に行けって言ってたわね。リッチさんはそこに一人で残ったって。考えてる場合じゃねえな。手遅れになればいい。その現場とやらに行くぞ。落盤の現場はこの北のはずです。よし、行きましょう。魔獣の匂いしかしねえぞ。踏み込んだらもう後には引けない。エッセル、装備の確認は大丈夫？うん、準備 OK よ。よし、それじゃあ行こう。先輩、なんでこんな場所に？リッチ、もう十分よ。あんたはよく戦ったわ。あとは僕たちに任せてください。そうか、助かるよ。でも気をつけて。敵は目の前だけじゃ。知るか！こいつがこの巣の主？正体はともかく歓迎されてないのは確かだね。エステル、来るわよ！
ちょろいちょろい。
どうにかね。もう魔獣の気配もない。蹴りがついたみたいね。そうだ、リッチさんは大丈夫。疲れて気を失ってるだけよ。早く町へ連れて帰ろうぜ。今はとにかくベッドで寝かしてやりてえよ。うん、そうだね。では行員さんと合流して地上に戻りましょう。ええ、行きましょう。間違えばひどい結末を迎えていたかもしれないわね。ああ、俺たちが助かったのはここにいる姉ちゃんたちのおかげさ。前に助けてもらった時は危なっかしく感じたもんだが、今日は落ち着き払ってて別人を見てるみたいだったぜ。え、そうかな。別にそんなに変わってないと思うけど。謙遜することはねえぞ。こいつは俺が感じた本当の話なんだからな。謙遜というか、エステルの場合本当に気づいてなさそうだけど。ありえるわね。違いねえぜ、こいつは単純だからな。褒められてるはずなのになんだか嬉しくないわね。誰しも自分自身の変化には気づきがたいものよ。少しずつ時間をかけて変化していくものだから。ああ、俺は久々だったから気づいたのかもしれねえな。ともかく遊撃士として立派な働きぶりだったぜ。エステルによしは、それにアガットとシェラザードも本当によくやってくれたわね。私もギルドの一員としてあなたたちを誇りに思うわ。うん、どういたしまして。これからもよろしくお願いします。これぐらい当然だぜ。そう思うならアイナ、今度こそ一杯おごりなさいよ。あら、一杯だけでいいの？ふふん、それがスタインローゼならね。またお酒の話してるし。どんな話題からでもここにつながるよね。さてと、まだきちんと礼もしてないのに悪いが、そろそろ鉱山の方に戻らせてもらうとするぜ。事故があった後とはいえ一応は操業を続けてるんでな。あれ、そうなんだ。ああ、上層の行動でも十分仕事はできるからな。警備に来てくれた兄ちゃんによろしく言っておいてくれよ。あいつ大丈夫だったのか？ひどくやられてたようだが。ええ、あちこち痛めてるけど遊撃士にとってはかすり傷よ。もう意識を取り戻して今はホテルで休んでいるわ。そうか、それなら一安心だな。それじゃこれで出勤するぞ。まったく今日は助かったぜ。親方さんも気をつけてね。お仕事頑張ってください。おう、またな。リッチもあなたたちも今日はよく働いてくれたわ。これからもその調子で活躍を続けてちょうだい。
それと今回のことはすでに査定をしてあるわ。支払いを受けたいときは。あ、うん、了解よ。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。Thank you.
早速マルガ鉱山でトラブルを解決してくれたそうじゃな。これも異変によって起きた不測の事態の一つと言えよう。またいつどこで事件が発生するかもわからん。すまないが、しばらくの間警戒を続けていってくれたまえ。うん、了解よ。ええ、注意しておくわ。